SO2NGS。 葉月ちゃんよろしくね。始まるよ。こんにちは、葉月です。今回はイベントで入手できる最重要アイテムについてお話ししていこうと思います。この最重要アイテムはスピアリージョン実装後はもちろんのこと、今後のプレイで全プレイヤーさんが必ず使用するものとなっていますので、ぜひこの動画を見ていただいて取り忘れがないか確認していただければと思います。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。ペコリ。ではそのアイテムが何なのか解説していきましょう。イベント限定キャラクターのシェミーちゃんに話しかけます。そこでポイントを使用して秋22スペシャルスクラッチ券と交換します。このアイテムが最重要アイテムです。ポイントは期間限定クエストやマルグルタスクで入手できます。とにかく敵をたくさん倒し集めましょう。私は100枚くらい集めました。時間に余裕のある方はもっと集めてもいいです。そしてこちらのスクラッチをスクラッチ券でスクラッチをたくさん引きます。アイテムたくさん。一定回数引くともらえるスペシャルセレクト券でアイテムと交換しましょう。特にこだわりがなければ必ずこちらと交換することをものすごくおすすめします。それがこちら、特殊能力追加成功率足す 20% です。こちらのアイテムは武器防具の特殊能力追加に使用され、現状アビリティ系以外の特殊能力を 100% で通すことができる全プレイヤーさんがとっても欲しいアイテムです。武器や防具を新しく作り直すときには必ず使用します。今後スティアリージョンが実装され新しい武器や防具が必ず追加されますので、とりあえず4個以上確保しておくと安心ですね。はい、ということで以上になります。以前フレンドさんに特殊能力追加成功率足す 20% はどこで手に入るのって聞かれたこともあったので、今回動画にしました。参考にしていただけると嬉しいです。ではまた会える時を楽しみにしています。バイバイ。